小島は山口県萩市の沖合10.5キロに浮かぶ無人島。萩六島村を構成していた有人島の一つで、かつては人が住んでいたが、羽島、ま、ひしまと共に現在は無人化している。1740年の地下上心の記録によると、個数9件、人口47人で農業と漁業の生活を営んでいたとされている。また1855年の 群中大略では、個数9件、人口74人であったこと。1882年の、阿部三島群事洋欄には、個数9件、人口82人が居住していたことが記録として残っている。最盛期となった1955年には、10世帯103人が居住し、旗箱の栽培が盛んであった。しかし、1965年3月に、 萩市学校寄宿舎が本土の浜崎町に設置され、学童たちは島から出て市内の学校に通学するようになったことにより、人口は急速に減少した。1972年1月には6世帯、人口26人に減少し、旗箱の生産を休止し本土に就職する者が増加した。その結果として、同年10月、全世帯が本土に 集団移住し、以後無人島となった。もともとは安山岩の溶岩台地でできた火山である。ガラス成分がある程度含まれた安山岩であるゆえ、やや粘り、気が強いマグマによって形作られた。一般的には、そのような材質であれば、台地を作らずゅうのような丸い山を作るものだが、萩の安山岩は台地を作っており、世界中にも、 なかなか例を見ない特殊な地形となっている。ありがとうございます。